ありがとうございます。ありがとうございます。見えてますかね？あ、コメントここから見れる？あ、見れる。でもどこでコメントすればいいんだろう。あ、でもまあ見えればいいか、とりあえず。見えてますか、皆さん。今日ちょっといつもと違う感じでやってるので。見てますか。どうなんだろう。始まってる？どう？始まってますね。始まってますか。こんにちは。こんにちは。あ、こんばんは。あ、こんばんは。そっか。あ、そうだ。こんばんは。こんばんは。こちら今ベルリンです。黒猫さん、こんばんは。こんばんは。ベルリンのホテルに着いて、ほんとたった今着いたところで。着きましたね。うん、着いたばっかり。楽しい旅をしてますね。楽しい旅をしてます。よっこさん、こんばんは。こんばんは。コメント見れるね。本当は問題なく、うん、髭が伸びて本当に本当によ。日本帰ったらそれ怖がられるぐらいの髭じゃないかな。そんなに伸びてる？ここまで伸ばしたの初めて。 こっちは伸びてんだよな。結構伸びてる。こっちつながるんですけど、こっちないんですよ。ここないんですよね、そもそも。ヒゲそんなに濃い方じゃないから。うん。だってすごい頑張ってました。だって俺これ10月から剃ってない。ああ。10月、11月ぐらいから剃ってないです。半年ぐらいは剃ってない。うん。アップルパイさん、こんばんは。二度さん、こんばんは。ああ。いや、今日は、どうしようかな。今日はどうしようかな。はい、でも参るぞ。結構、当てもなく始めちゃった感もあるんで。そうですね。まあでも本当久しぶりのライブだと思うんですけど、うん、そうね、ちょうどケントは、まあ、先週シーズンが終わって、うん、5位で終わりましたね、うん、もう本当あと1勝、なんだったらあと1セットのところ取ってれば分かんなかったよなっていうぐらいの感じの戦いだったけど、うん、まあ勝負の時の運ですね、実力と。そうだね、実際、うん、強かったし、今うちに勝って勝ち上がったマルコファじゃねえわ野原は昨日コネリアノに勝って、うん、今季無敗の、うん、ついに土つけて最終戦に突入ですね。ですね。逆にミラノはスカンディッチに負けてまさかの準決勝敗退。うん、ミラノな、今年やばいよね。金めちゃくちゃかけてたし、勝てないっていうのは、うん、うん、なかなか。ただ怪我人が多かったんだよね。みんな全然万全じゃないっていう。男子もそうだけど、うんうん、代表クラスの選手たちが今年は慢性的なものも突発的なものも含めて怪我が多いのがちょっと問題かもしれないですね、うん、そうね。女子はそんな感じで進みながら、男子はどうすか。男子は、まあ、男子はね、今ちょうどセミファイナルの第3戦まで終わって、うん、トレント・モンザが今、トレントが2勝1敗、モンザが1勝2敗、うん、で、ミラノ・ペルージャは、まあ、ペルージャが2勝1敗、うん、とどちらもそうですね、まあ、石川・高橋のチームがなんとか勝ち上がっているものの、今どちらも、あと1敗すれば終わりというところで、今日はありますよね。そうね、今日第4戦を迎えているという状況ですね。ですね。男子も面白いね、うん、ミラノとモンツァが見事にこう台風の目になってる感じで、うんうんうん、いやでも、うん、トレント・ペルージャはやっぱ普通に強いな。強い。今年ちょっとルーベとかピシャチェンツはやらかしすぎてるからな。やらかしすぎてる、ね、全然あれだったから、うん、いやそう、アップルパイさんマジそうなんですよね。ノバラ昨日強かったし、コネリアノがあんな感じになるのは、うんうん、感じでしたね。まあうちの試合から起用してきたロシア人の
アウトサイドのマルコバ選手を、うん、オポに持ってきたっていうところはもうまさにポイントなんでしょうけどね。29得点27得点1人で上げてたんでマルコバが、うん、すごいですね。やっぱパス免除されて攻撃だけに集中したらあんだけできるっていうのと、うん、まあ、日本人だとなかなかないアウトサイドで普通にバックアタックをライトからスロット C から打つっていうのを、まあ、別に難なくこなすっていう、うん、レフトとかライトとかあんま関係ないみたいなのはいいっすよね。日本もなんかそれぐらいの感覚でやれたらいいのになと思うんですよね。レフトだってみんな打つじゃないですか。ライトだって打てりゃいいじゃんって思うから。今男子はオポは左利きがメインになってますけど、もう世界的にはオポほぼ右利きだし、ね、男子は、まあ、あんま関係ないよね。あんま関係ロマノぐらい、あ上そうだね、有名どころというかその代表で活躍してる選手って左利きのオポジットはロマノとかあと、まあ、イランの、アミンとか、まあ、世界的な活躍というとちょっと分かんないけどトップリーグでやってるのはそんなもんだし、うん、逆に左利きのアウトサイドが今いるぐらいだからね、たくさん、うん、ね、ポーランドなんてね、ポーランドもそうし、ね、イタリアもミケレットがそうし、ミケレットはそれこそサイズもあるからね、オポジットに、ね、なってもいいような多分人選手だったらけど、そこをうまくねやっぱり守備もできるからということでアウトサイドにしてる。コバチョビッチとかもいたしね、うん、うん、あんまり関係ない感じですけど、まあまあまあいいっすよね。そうやってコンバートして全然オポからやれますみたいな、うん、利き腕よりもやっぱり、まあ、レシーブができる云々とかってそっちの方が大事か、うん、ポジションには大事なんじゃないかな。そうね、そんな感じでイタリアのリーグは進んでますね、うん、男子も、あ、日本はリーグも終わってクロアチアに向けてって感じですけど、クロアチアも出場自体のチームが増えてきたね、うんうん、うちの古巣の、あ、車体が出るか、どっか出ないって言ってたよね、クロアチア。女子？うん。うん、男子男子。グレベア出ないんじゃない？グレベアか。うん、グレベアはなんか毎年出て、去年も出てなかったかな。まあ予選じゃないわ。予算のセーブだろうね。うんうん、で、まあクロアチアじゃないけど、うちの古巣のトヨタ車体が今年の、中部走行を辞退するっていうのも出てたし、まあ、そうやってプロ化するにあたってこれは賛否両論あるかもしれないですけど、個人的にはあんまりプロがあれですよ、あんまこういい悪いとかで分けてるんじゃなくて、トップリーグの選手たちが安易にこう何ていうんですか、アマチュアの人たちと試合をするっていうのは個人的には興行って考えるとあんまり良くないんじゃないかなって思ってるんですよね。前これも表明したことあるんですけど、例えば野球とかでジャイアンツの選手が甲子園出るようなチームと練習試合とか試合とかするかってしないじゃないですか。まあ、工業化してお金にしていくって考えたらそんな簡単に試合が見れるっていう状況はどうなんだろうなとはちょっと思ったり、うん、お金取ってないのに試合見れちゃうじゃんって、お金取って見て見にき、あ、お金払って見に来てくれる人たちに失礼じゃねってこう思っちゃう、うん、派なので。だし、箔もつきにくい、憧れの舞台にならないんじゃないかなっていう、しかもワンチャン勝てちゃうみたいな、たまに高校生とか大学生が、うんうんうん、っていう状態は、まあ、もちろんレベル的には良くないですけど、だからそういう機会がそもそもあるのがあんまりなのかなって個人的には思ってたりします、まあ、天皇杯ぐらいかなあっていいなと思うのは、うんうん、まあ、いいかなと思うけど、個人的にあんまりそこが混じるよりも、もうプロはプロでちゃんとお金を取って試合をすることが仕事だっていうふうに分けた方がいいなって思ってるから、今のそのクロワシとかそういう、地域の大会に参加しない方向になってきてるのは個人的にはいいことなのかなって思ってはいます。来年は試合数も増えるし、見れる機会はあると思うの でその分を試合とかじゃなくてバレー教室だったり、地域貢献っていうところで還元できたらいいなとか勝手に思ってるんだけど、うん、まああくまで個人の意見ですけど、どうこの流れ。確かにね、プロチーム僕が簡単に見れたらそうだね、確かにそのプレミア感というか、うん、
そうだよね、なんかそれくらいの価値なのみたいな、なんだろう、そう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 、で、ね、か確かに自分たちのチームの価値、自分たちのバレーボールを見ることに対する価値を確かに落とすことになるっていうのは納得、多分そのプレーとか何そういうなんていうの、これなんていうんだろう、物に表せない財産があるじゃないですか、商品として、うんうん、バレーボーラーはそのバレーボールの試合が一つの商品だと思うんですけど、その商品をタダで売っちゃう感じがあるなーっていうのは違和感がずっとあったので、うん、だ大会自体は素晴らしいし、いろんな人たちがこう戦う姿を見れるのはファンの人たちにとっては多分楽しいと思うんですよね。だそれは重々理解した上で、じゃあその大会自体に収益つけちゃえばいいじゃんとか思ったりはするんですけど、まあ、難しいだろうし、うん、うん、なんか仕事としてやってることの価値づけをちゃんとやんなきゃなとか勝手に思ってたりする感じです、うん、まあまあそんなこんなで来年とかクロアチアどうなるんだろうね、 SB リーグ自体が長くやるじゃん、あそっか時期が、そうそうそう、でなんか微妙に難しいのがさ、クロアチアまで外国人と契約するのかしないのかとかもさ毎回考えなきゃいけないし、うんうんうん、こっちいるとリーグで終わりじゃん、うん、完全に、うん、リーグで、まあそうね、チャンピオンズリーグ勝ち残ったチームは最後まで、あそこはあチャンピオンズリーグはね、あるし、逆に言うとこっちはもうあのなんていうの、敗退が決まって順位決定戦とかもあったらもう試合に出ないとかあるし、うん、怪我を防ぐために代表で活躍しなきゃいけないから、うんうん、そうだね、特に、まあ、女子はさ今年はもう順位決定戦なかったけど、うん、男子はまた今5位決定戦やってて、その中でやっぱりもういない人はいないもんな、そうだね、ただ5位決定戦がねちゃんと戦わなきゃいけないんだよね、うんうん、チャレンジカップの出場権がかかってるから、うん、そこはまた難しいところなんですよね、それは大事なことか、うん、そうそう、なんかそういうところ、うんちょっと考えたりしてますね、個人的に。特にやっぱ今年はケントが実際にそのイタリアリーグという、まあ本当プロのさ、うんうん、リーグを経験したからこそまたそういうのが出てきたっていうのもあるって、さらになんかその感じは強くなってきた。それは変わらない。いやーでも思ったよ。思ったね、プロ、うん、そうだね、ちゃんとこう差別化されてるし、うん、やっぱそのファンが近くで感じることが多かったから、ファンの人たちの熱量とか応援してくれる感じを、うん、なんかそのそれに見合ったような、それの期待を超えるような活動はしなきゃなーって常々感じてる中で、うん、それはやっぱり価値になっていくから、うん、それを落とさないようにしないとなとか思ってた中でのこういうアイディアかな。なんかコメントアップルパイさんからもらった。としきさんがインタビューされてるメンバーのケントさんの方の表情に温かみを感じて素晴らしい関係を築かれてるんだ。そうですね、あケントのチームメイトのスタッフさんへのインタビューが、としきがインタビューしてくれたやつだね確かにまあでもチームメイトのことを語るってちょっと照れくさいですよねああケントみたいな感じに多分なると思う、僕も多分聞かれたら、うん、照れる感じになると思うな。でもなんか嬉しかったですね、ああやって答えてくれて。まあでもこっちの人はどう聞いてもよく言うんでそういやいやいや基本的にいや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 、そんな意外とこっちにもあるんですよ、お世辞みたいな文化は。てか悪く言わない、基本的に。ありがたいね。いやいや、だからうちのチームメイトにも取材してくれたのは嬉しかったよ。まあね、うん、もう僕も個人的にもね、やっぱりつながりじゃないけども関わりも持ったから、うんうん、特にやっぱり、うん、今まではどうしてもその選手中心にさ、まあ、取材もそうだし、そのチームを見る場合だったので、うん、選手中心で、まあ、プラス監督みたいな見方だったけど、うんうん、本当に今回は、まあ、そのケントが実際にチームに入ったからこそ、うん、本当そこ以外の選手監督以外の人たち、セカンドコーチ、そうね、サードコーチ、
アナリスト、ね、あとフィジオセラピストの人とかもさ、はい、含めて、そうね、もう本当にチームの、まあ、ある種、いわゆる裏方か、うん、裏方の人たちといっぱいやっぱ接して、やっぱり見方が変わったな、うん、本当に、うん、いろんな人たちの支えがあって、まあ、それこそファンもそうだね、うん、ファンもそうだし、まあ、ケントもこの前も言ってたけど、ね、会場設営の人たちとかもさ含めて、やっぱり本当にいろんな人たちの支えの上に成り立ってるんだなっていう、そうね、クラブチームっていうのは、プロのチームっていうのはね、うん、そこは、うん、本当に感じたシーズンでしたね。あ、感じたシーズンでしたね、うん、そんな感じでした。そんな感じでしたね。だからそういう風にトシキのこう上げてくれた動画とかインタビュー動画とか見てもらえてるのも嬉しいですね。嬉しいですね、うん、ちょっとでもやっぱこう配信してるものの中でなんて言うんだろう、感情移入しても見てもらえると嬉しいし、うん、あ、アップルパイさん嬉しい、2人が見てなかったらセリア見てないかも、うん、そう、特に女子の方は、うん、なかなかこのチャンネルだとなんていうんですか、注目されがたい分野というか、うん、まあ、男子の方がこっちだと多いので、そうだね、女子も見てもらえる機会が増えたんだったら僕も行った意味が大いにあるなっていう、うん、ただもうやっぱりこう子供たちが見る機会が作れたらなと思うんですけどね、世界の、うん、日本の子供たち、日本の子供たちがセリアの試合を見る機会がもうちょっとできたらなって、うん、なかなか難しいんで、バレーボール TV 登録したり、そもそも、まあ、日本語でできるけど、うんうん、実際今はさ、そのアンダーの選手たちに関わってるわけじゃん、うん、ケントは。そんな中で本当もともと見てたっていう人たちってどのぐらいいた、もともと国際試合を、国際試合はいない、ゼロいない、ゼロ、うん、だからケントたちの影響で見出したっていう子はいる、あの、うん、YouTube でハイライトみたいなのを見てますみたいなのはいる、うん、あ、でも本当もともとはいない、ほぼ英語のも知らない、あ、そんな状態なの、ハークとかもちろん知らないし、ボシコビッチとかも知らんね、だから全て見せたら全部新鮮な顔するもん、うん、だからまあいい刺激にはなるよね、むちゃくちゃ、うんうん、だからただ例えばそういうふうなことをしてるっていうのがイメージがまだ湧きにくいところはあるね、どういうこと、例えばバックアタックをライトからボコボコ打つよって、うん、なった時に、例えば、うん、日本だったらまだ言いやすいかもしれないな、その例えば男子が西田が一番打ってるよとかだったら分かるかもしれないけど、例えば女子のスタンダードでも今はもうオポジットが一番打数多いんだよって言っても、うん、自チームでライトが、あ、自チームというか自分中学生とか高校生でライトが一番打数打ってるっていうチームないから、大体レフトボコボコやってライト試合回す、いわゆるライトプレイヤー、オポジットじゃなくて、うん、みたいなことが多いから、そういうのでイメージが湧かなくて、例えばセッターのセットの配分も変わってくるじゃんね、うんうん、だからそういうところからこう変えていく、それが必ず正解かは分かんないけど、うん、そういう世界で標準とされてやってるスタンダードなプレーをまずイメージしないと、ブロックとかもできないじゃん、うんうん、イメージ分かんないじゃん、最初からもうレフトに寄っちゃうみたいな、うん、いやオポが一番打つよっていう、うん、なんで今レフトに寄ったの、あ、いや普段やってるんでみたいな感じになるから、でもほら10本打ってる中で5本がライトが打って、うんうん、3本レフトで2本真ん中、うんうん、もし寄るとしたらどこみたいな、うん、一番多いとこかもしれないですみたいなとこから始まっていく感じだから、うん、そういうのを伝えていけてるのは楽しいけど、うん、そもそも伝えなくても知ってるっていう状態にはまだなってないかな、うん、まあでも今回さ、でも石川山真由が女子のセリア行って、うん、それの影響とかってなかったりする、それでまたちょっと興味を持ちやすくなるっていうのはない、どうなんだろう、持ちやすくはなるかもしれないけど、そこもやっぱりその遠い話あになっちゃってる感じがするな、じゃ逆にさ、こんだけ、うん、もう海外の挑戦が盛んになってる野球でさ、うん、大谷翔平の話題上がるじゃん、うん、ドジャースのじゃあ選手知ってるってなった時に、うん、野球やってる子供たちでも、うん、ドジャースの選手は知らない子の方が多いのかなと思うんだよ、
ああ、そうだね。エンゼルスにいました、うん、誰知ってる、うん、答えれないと思うんだよね、うん、野球ですらそれじゃん、うん、マユが一人行ってるってなってもなかなかまだそこまでは来てないと思う、うん、逆にサッカーはね親とかがもうダゾーン契約しててチャンピオンズリーグの試合とか見せたりするから、うん、逆にサッカーは海外の選手知ってたりするけど、うんうん、まだそこまでは行ってないな。そうだね、うん、子供たちね、確かにファンの人は見るけどね、多分もうそれこそ本当に今は石川高橋の試合はみんな寝不足を覚悟で見てる人いっぱいいるけど、確かに子供たちの目に留まるっていうのはまたさらにちょっと難しいのかもしれない、うん、それだから日本のディスアドバンテージ、うん、不利な部分だなと思う、うん、ヨーロッパに住んでたら基本時差がそんなにないから、うん、オンタイムで見れる、うん、しライスポーツはイタリアだっけ、イタリア、ライスポーツはイタリアだけか、うん、イタリアのそのまあよし、もしその衛星放送じゃないけどサブスクで見るってなっても全然オンタイムで見れるんで、うん、そこは結構差があるな。ただ逆に向こうからしたら日本の試合とか見る機会ないから、うん、日本で独自のというかいいものを作れたら向こうに盗む機会が少ないから、うん、それをうまいことできたらなとは思ってる。そうだね、うん、いろいろやっていきたいな。いやなかなか道は見えてるようで遠いもんで、道は見えてるようで遠いもんで、かやのインスタ、まあ、カヤに限らずですけどね、カヤの方が最初上がってて、そこからマディ・エイブリーって上がってましたけど、うん、よかったですね、うん、あれはいい投稿ですよね、うんうん、アリサさん、こんにちは。こんにちは。4戦目ですね。あさって何がロンドン、俺ら明日か、明日、そう、明日夜ロンドン行きますよ、僕ら。ブラジルラウンドの情報、ブラジルラウンドが1周目だよね。1周目、うん、だから多分男子はね、多分若手というか、うんうん、中心で行くんだろうな。でしょうね。まあここで無理さすあれもないしな、うん、ちょっと休ませた方がいいし絶対。でもまあ若手といえばね、アライン君が外れちゃってね、外れちゃってね、取り消しになっちゃって、まあ、難しいっすよね、うん、なんかすんごい叩かれてますね、協会も。協会もそうだね、うん、登録しちゃったのがきつかったんですよね、多分。うん、できへんやんっていう。その女子もジャジャとかバルガスが、バルですか、うん、入ってますけど、あれは練習生としての参加だから、まあまああれですけど、登録メンバーに入れちゃったのかな、うん、ちょっとあれだったね。渡辺コールは大丈夫なの？渡辺コールは大丈夫なんじゃない、まあ、代表の経験ないしね、うん、彼の場合はキューバでのあれがあったっていうのがあるだろうし、うん、まあ、なんかいろいろごちゃごちゃしてるけど、まあ、しゃあないんじゃないですかってぐらいかな去年のアンダー16バッカタックを普通に使ってるのを驚きました。バッカタックはむしろアンダー16とか中学生とかの方がどんどん打っていこうって言ったら、こうなんていうんですか、あ、じゃあやってみようぐらいな感じでやってくれるんで、そこからのやっぱそういう意識を持って持ちながらバレーボールをするっていうのは大事かなと思いました。やっぱ高校入って大学とかまで行っちゃうと、そこのチームでのスタイルがやっぱ強くなるんで、中学までだとやっぱりまだ一人でバカバカ打ちまくってるから、うん、そのシステムとかじゃないことが多くていけるけど、高校、うん、とかはね、ある程度こうブロックこうつけ、うん、こう打てみたいな多少出てくるからね、うん、そういうバックアタックしようとかリードブロックしようとかっていうのは比較的入れやすいかもしれないですね、うん、男子より女子の方がチームの顔一般的に分かりやすいかも。どうなんでしょうね、どうなんやろ。でもそうかもね、そうかな、うん、確かに今どうなんだろう、うん、顔ってなるとボシコビッチ、エゴヌ・バルガス、ハーク確かにそっちの方が分かるね、うん、男子ってだって、まあ2ミリぐらいじゃん、なんかそのオポで顔みたいなの、顔みたいなの、あ、オポジットで顔みたいなの、うん、今いなくない意外と2ミリ。確かにね、やっぱ男子の方が
男子の方がさ、やっぱ本当にオポに集めるっていうバレーが多いけど、男子は結構ばらけるというか、サイドも打つし。まあそこ、まあ結果的にそうだけど、うん、そこがポイントというよりも逆に、だからそういうスター選手がいないんじゃないの、オポに。だからって話でしょ、チームの顔だから。そういう意味ね。決まるんだったらあげるしと。うん。スターね。だから、ムセルスキーか2ミルって感じだね。私まあアウトサイドのレベルが高いし、西田もそう、まあそうだね、西田も、うん、アイコニックかも、アイコニックって考えるとやっぱ、うん、確かに女子の方がオポジットっていうのは覚えやすいかもしれないですね、うん、誰が入ると思いますか。あ、男子のそのブラジルラウンドか、若手が入るなって話ですよね。誰大谷カムバックしたってことは、そこ大谷来るかな、セッター。うん、どうだろう。あれでも去年も登録、去年は、ね、外れた、入ってなかった、うん、登録も入ってなかった。今年は外れ入って、山本龍がまあメインで行くんかなって感じはしてるけど、うん、2アウトサイドをね、誰連れていくか決めないかんからね。貝は出す、出さないかな。出すでしょ。出すよね。うん、貝と誰入ってた？これ全員ちゃんと把握してないんだよね。ちょっと待って。そうね。とサイド、そうか、ミドルとかも浅野とか使うんじゃないかな。どうだろう。で渡辺コールトとかも使うんかい。サイド、中本とか使うのかな。中本健佑。あ、健佑、私の後輩ね。あんたの後輩。けん、うん、ケンユーね。バランスのところで。高梨とか。そうね。うん。ね、伊勢くん入ったもんね。そうね、前田さん入ったね。なのでオポジットは軽犯とか使うんじゃない、一周目は。そうね、まあ若いし、うん、オリンピックは現実的にないかな。うんうん、ザッキーじゃない気がするんだよな。うん、いやいや、山崎、うん、じゃない。なんか、うん、俺力あるなと思うけど、うん、どうなんだろう系。あ、大塚は行くんじゃないですかね。あ、大塚って多分当落線上にいると思うんで。ああ、そうじゃね、おや、そうや、合宿行ってないわ。そうそう、なんか小野寺は合宿のため不参加って、ファンカン、ああファンカンか、おやはいるっぽかったから、うん、そうっすね、意外と順位大丈夫なんですよね。うん、大塚はそうね、難しいとこだな、大塚が当落戦場。いや、入ると思うんだけどね、うんうんうん、最終的には。大塚海。海。いや、2人だよね。2人だね。もうどうするかだもんね。うん、石川、高橋はもう確定。確定でしょ。もう本当、怪我しないでくれって感じ。うん、でそこに、大塚が入るから。エーロも行くかな、一応。あれ、でもエーロ合宿来てない、来てないじゃなかったっけ。さっきそのウルドのなんか紅白戦に名前が載ってたっていうのが出てた。じゃあいないか、じゃあいないか。あ、サイダーと富田とかもね。うん、富田、そうね、当落戦場か。
どうすかね。ケイハン君、ケンタロウ、今日改めて31名アップされた。まあそうですね、高橋健太郎、そうですね、実際そこっすね、ハワさん、そこの3人で一枠争う形っていうのは僕も正直高梨ありかなと僕は思ってるんですけどね。ただまあ東京の時のあれを超えるってなった時にもう一ピースっていうのを考えてるだろうから、富田高梨回、そうですね、まあ、大塚確定ってことですよね。俺的にはまだ大塚確定してないんですけどね、個人的には。現実的には、なんかここに大塚を加えて4人で2枠を争う形になるかなって思ってて、ただその富田のところはレセプション枠じゃないですか、そこを安定させたいっていうところで、唯一こう安定感のある感じで入ってるけど、あと3人はまあ打力やからな、どっちかというと下位とかは特にそうだね、打力だね。おー、イエローさん、イエローさん、ありがとうございます。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 お疲れ様でした。わ、このお金めっちゃ助かる。これでケバブ食べます。二人で。さっき食ったばっかりやない。打力な。回とか僕特にやっぱり、また前衛とサーブだもんね。うん。どうなるかね、うん、イエローさんっていつもスパチャくれてない？スパチャくれないぞ。本当ありがとうございます。ありがたい、マジで本当ありがたい。ジェラートも食べます。誰かね、難しいですね。まあでもそこアウトサイドはそこの辺でしょうね、うん、まあ、ミドルはほぼ格やから、ミドル、小野寺、山内、高橋、高橋、うん、で、ほぼ格じゃない、あとなんか選択肢ある、そうね、ラリーラリー、村山、村山はないでしょ。攻撃いいけどね、うん、ブロックがやっぱ厳しいかな。そう、ほぼももう2人宮浦でしょ。宮浦西田でね。だそこに甲斐がいれば甲斐もいけるんだよね。大塚もいけんだよね。ああ、大塚もそうね。そこバランスなんだよ。うん。確かに。セッターか。あと、難しいのは、セカンド。エロじゃないんだろうな。エロじゃないんでしょ。単純なステータスだけで見たらエロなんだけどな。バランスというか。うん。ブロック欲しいとこで2枚上げする必要ないじゃん、 L 入れれば、うん、超大躍進の一瀬くんとかある、ここに来て、うん、面白いとは思うよ、関田との組み合わせ。あ、どういう意味で面白い。まあまあジャンプ力そんなないけど、うん、別に超ちっちゃいわけでもないし、うん、バランス取れるし、うん、キャッチアップできるんじゃないかなと思うけど、結局大谷との組み合わせない気がするんだよね。そこはね、なんかだそうだよね、うん、セッターね、セッターやっぱ山本龍か、龍じゃない、龍か深津兄は、なんか今後のことまで考えた上での龍じゃない、うん、海外も経験したし、うんうん、山本龍説、説です、僕は。少なくとも去年の、ね、パリオリンピック最後の代表の時にいた選手だからね、ベンチに。そうだね、いや、というオリンピックを決めた時にね、うんうん、いたもんね。そんな感じだね。ええ、わお、わお、ありがとうございます。ありがとうございます。足ります、足ります。あとウインナーとソーセージとビール飲まないと。
ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ソーセージ食べます。龍神とウルドでケバブ代足ります。めちゃめちゃちょっとし、あの夜行列車でここまで来たんですよ、アムステルダムから、うん、なかなか夜行列車代がかさんでですね、かさみましたね。その経験をしたいっていうので行ったんですけど、いくらだったっけ。1人230ユーロ。まあだから1人4万ぐらい。そうだね、まあ4万前後ぐらいこう片道でかかってるので、まあ1泊分浮いたとはいえ寝台列車で4万。いや、そんな生々しい。まあ、1泊4万のホテル泊まってみてください。めちゃくちゃいいホテル泊まれる。めちゃくちゃいいホテル泊まれるよ。めちゃくちゃよかった。もうこのね、寝台列車ね、うん、あの寝心地とか抜群なんですよね、寝台列車ってすごい良かったっすよ僕、うん、物心ついてから初めてあったんで、経験としてすごい寝れたからいいんですけど、設備がもう本当に良くなくて、うん、まあ車両古かったもんね、うん、中古のあれは何車両だ。あ、4万って考えたら切なこれ。自分でさ値段考えないって言ってたのに。いやだってさ、元の設備はそうじゃなかったじゃん、なんかその聞いてた感じは。うん、ごめん、そこはちょっとよく見てなかったよ。まあでも面白かったですね、だからそこですごいこう散財をしてしまったので、2人ともちょっとこうどう生きていくか考えていったところでした。どう生きて、ありがたいです。マジマジスーパーチャット、どう生きていく、このチャットマジスーパー。僕たちはどう生きるかでした。どう生きるか。そうですね、エロ君ウルドだったら活躍してるんですけどね、なかなかこう、うん、なんて言うんだろう、生かすタイプの選手じゃないからな、どっちかというとエロって感覚的に生かされる感じ。そうなると東京五輪とここ入れ替わりなしですね、うん、うん、いや実際こんな感じのメンバーになりそうですよね、このアウトインが、うん、にアウトサイドが、そうね、ちょっと入れ替わるか、どうなるかなっていう、高梨が外れるのか、うん、生き残るのか、うん、ん、あの時って高梨、高梨、大塚、大塚か、あ、大塚いたのか、そうですね、しかも高梨、まあ、今年はでも一応補欠が一人ね入れるんでしょ。そうだね、うん、補欠枠の高梨とかかな、あ、補欠入れるって言ったらアウトサイドヒッター入れるかな、補欠じゃない、オポもできるアウトサイドとかって考えるじゃない、高梨大学までオポだから、うん、全然それもできるし、まあでもそれを入れる必要ないか、例えば甲斐と大塚が入ったとしたら、うん、その2人ともオポできるから、うん、そこに富田とか来るんじゃない、あーサーブレシーブできるっつって、うん、いや難しいねそれは、うん、面白難しいわ、面白難しいわ、まあでもそんな感じですね、男子の展望、うん、まあでもあの最初の質問じゃないですけど、最初のラウンド誰が行くのかってちょっとむずいですね、誰が行くんだろう、ああそれこそセッター山本前田とか行かないかな、うん、あるね、あるかもね、多分オポはもうどっち京阪西山とかで行くんじゃない、うん、多分ね、うん、ああ、そうか、宮原行くかも、宮原行くかもしれないね、もう終わったからね、シーズン、私それそうか、それはあるな、アウトサイド富田、富田、甲斐、甲斐、富田、甲斐、高梨、大塚、うん、うん、あ、でも14名だから、あ、でも砂もか、そっかそっか、ミドルはコール、コールラリー村山とか、うん、村山行くかな、いや行かんから、行かんから、いや分かんない、
いや、まあ実際その4人でほぼ決まりなんだとは思いますよ。実際うん、結局そうなるのかな。いや俺去年のなんかそのオリンピックメンバー予想みたいなしたじゃないか、うん、その時俺高梨多分言ったよね、うん、高梨海って言ってたよだっけ。あ、俺なんか大塚を、大塚ちょっとあれだよね、なんか物足りないって感じ。そうそう、なんかもう一個、うん、もう一個行くところなのになって、うん、ただやっぱ S1 を切る大塚はでかいんだよな。あの リザーブとして優秀だよね。かなり優秀、うん、リザーブとして優秀だね。どこにでも行ける、うん、ただ龍神のポイントだったのはやっぱサイドアウトをどう持っていくかってところで、まあ決まってない時には大塚が入れるんだけど、サーブレシーブがどうにもならん時の石川の替えみたいなのがいないんだよね、うんうん、そこ富田とランク並んだら一応そこは固めれる、うん、じゃあ固めたからと決まるんかって話になるんで、なんか何とも言えないとこなんですけど、うん、そうね、確かにね、決まってね。画面から健太君が抜けた。あ、雑穀ご飯さんから質問来ますね。2人のオリンピック現地観戦の可能性はゼロ、ゼロ。僕はちょっと8月は日本にいません。パリにもいません。どこにいるんですか。ちょっとまだそれはお話できない。お話できない。私もいませんね、はい、ちょっとビザの関係で8月にパリには入れないのでいませんね。いやー、そうねー。いやでもまあいろいろこうやって予想するのも面白いし、うん、そうだね、ワクワクっすね。でも普通にそのブラジルラウンドのなんだろう、その主力がいないメンバーももう試合もすごく面白いが楽しみだな、かなり。ブラジルな、ブラジルも一回行ってみたいけど、ちょっとブラジル遠いな。今の龍神ってレセプション乱れてもリバウンドからの切り返しが質高いですよね。そうですね、そこはやっぱ一つね、日本代表の武器なんで、レセプションですね、リバウンドからしっかり切り返せるっていうのは、ね、うん、大塚リザーブとして超優秀についてはどうか同意。そうですね、超優秀、超優秀、うん、仕事するもんね、出てね、うん、彼はね。でも確かに現地観戦はしないんだね、パリ、うん、うん、できない。なんで、え、ビザが、まあそうか、うん、宣言のあれね、うん、足りない。もうちょっとこのクラブシーズンを満喫しすぎちゃってんで、うん、足りないんだよ。僕も多分物理的にヨーロッパに行けないですね、ビザの関係で。多分8月15日、あ、だったらいけんのか、あ、いけんいけん。いや、8月15日まで僕多分ヨーロッパ EU 圏内に入れないです、ビザの関係で。切れた今の就労ビザの手続きで、その手続きをしたら入れるんですけど、まあ、今のところヨーロッパに行く予定がないっていうので手続きしてないんで、8月中旬まではヨーロッパ戻れないんで、リバウンドを制するもなゲームを制す。そうですね、山王は俺が倒すんですよね。スポーツちゃうやん、ちゃうスポーツやん。え、山王ね、いや、富田だ、ディフェンスいてるから富田も石川。池上ですよ。そう、アップルパイさん毎回リバン、スラダンネタ強いんだよな。強いね、両段の池上だよそれ。え、スポンディフェンスじゃない。スポンディフェンスじゃなかった。
一ノ倉だっけ、一ノ倉、一ノ倉、映画で一ノ倉の話出てこなかったからな。ああ三井がああなった理由が分かんないじゃん、ファーストスラムダンクで。そうそうそう、まあ2時間の尺に収めるんだったら一ノ倉省くわな、カットするし、うん、地味だもの。だってカツラ向きすらカットしてるからな。ああ、映ってたけど、映った、うん、知らない、いや見てないからさ。魚住映ってんだよ、ああ割烹着着た魚住が映ってるけど、モブモブになってる、そのシーンがない。そうそうそう、シーンはね、お前は彼だ、土にまみれるよ、うん、そうそうそう、泥にまみれるな、泥にまみれるよ。川田はタイ、華麗な技を持つ川田はタイ。まあでも今オフ満喫できてるけど、こちらはなんやかんや仕事しながら回ってますよ。昨日ちょっと仕事にならなかったんですけど、二人とも、うん、何もできなかった。何もできなかった。ちょっとアムステルダムのカフェってすごいね。すごいね。アムステルダムのカフェはすごいこう、何、自分と向き合えたね。自分と、そうね、メディテーション、瞑想、瞑想状態だと、うん、うん、そう、二人ともかなり境地でした、境地、うん、一点を見つめる時間長かったね。一点を見つめる時間、ソファーに沈んでた。沈むようにだったね。ね、皆さんもオランダに行かれる際はね、アムステルダムは気をつけてください。心してかかってます。あのリラックスする場所をちゃんと確保した上で、あのカフェとか行くといいと思います。宿なしの状態でカフェ行ってしまうと、うん、うわーってなるんで、うわーってなりますね。いや、うん、気をつけな、晴れや、晴れや。ちょっと待って、一ノ倉でまあまあ盛り上がった。頑張っておいて。そう、東レ対談した2人どこ行くんでしょうね。うん、なんかグレビアに集まってったら面白いなと思うんですけどね。あー、グレビアにね、うん、そういう選手たちが。グレビアが外国人誰取るんだろうな、ね、いいの取ったら上行けそうやけどな。噂ではあれね、今ポーランドの無罪っていう左利きのポジトと、あとサイドはなんだっけ、あ、ポルトガル人のフェレイラっていう今ポーランドでプレーしてる選手がなんか出てたの。まだ噂レベルですけど。まだ、あ、噂でしょ。噂レベル。それはちょっとツイッターに任せよ。ツイッターに任せる、うん。あんまりここで話すあれでもないかもね。はい。ね、今年もね、惜しかったもんね、ファイナル6ね。うん。ポイントは多かったけど勝利数が足りなかったっけ。こんな感じだったっけ。こんな感じだったね。トーレとか。皆さん的にはポイント制とか、あのちゃんと勝ちセット数とか勝利数で決めるとかはどっちが良かったりするんですか。結構こう注意ぐらいのチームって勝利数多いのにポイントで上回ってないとかみたいな事態がちょこちょここう起こってきてますけど。うん、SB リーグ想像以上に人の出入り激しいですね。そうですね、まあ、でも健全かなと思いますけどね。今までの日本があまりにも出入りが少なすぎたっていう、僕はそういう感覚なんで、うん、だってキエリだって去年から半分入れ替わって今年も半分入れ替わるんで、まあ普通っちゃ普通というか、うんうん、絶対勝利数。お、なんでですか。僕も勝利数派なんですけど、僕ポイント制嫌いじゃないんですよね。面白い、うん、ぐちゃりやすくて、その本当に応援してるチームが勝つ負けるとかになったらもちろんポイント派ってなるんだけど、エンターテインメントとしてはポイントおもろいのかなって思ったりします。そのフルセットの意味も出てくるし、うん、勝ち負け両方に、うんうん、特に負けの方にね、うん、ポイントが入るっていうのはね、うん、少なくともポイント取ったっていう感覚はなんか、うん、味わうと面白いなって。 V リーグの時もポイント制だったから途中から、うん、ただポイントで泣いたことはありますけどね。入れ替え戦行った年確か、うん、そういうポイントで
おかしくなったんで。天井高13メートル。どうでしょうね。当たるときは当たるんじゃないですかね。天井にも。そんなに頻繁に天井にドカーンと上がるってそんなないんじゃないかな。あ、なるほどなるほど。それはでもすげえわかります。勝ちが絶対正義ね。うん、勝ち絶対正義はすげえわかるな。間違いないですね。だからそう、勝つか負けるかやってるわけですもんね。まあまあまあ確かに。そうか、引き分けのあるスポーツは確かにそう。点数でいいか勝ち点でいいかもしれんけどって話。勝ち点引き分けてないからな。ん？勝ち点で引き分けてないじゃん別に。2と1で。ああそうだね。うん。そうか。まあでも白黒はっきりつけた方が好きな人が多いってことですね現状。うん。賛成。これもそうだね。勝利数派がいいかな。話と特にそのヨーロッパだとあのまあケントも今回経験したセブカップとか。はさホームアウェイでやって、それもポイントじゃん、うん、だから第初戦で 3-1 で勝ったら次の第2戦では2セット取ればもう勝ちっていうやつ、うんうん、あれが、まあ、個人的にはあんまり好きじゃないというか、うんうん、まあというのも結局その2セット最初戦 3-0 か 3-1 で勝ってさで第2戦2セット取ったらもうその残りのセットはもう捨てセットというか、うん、どうでもいい感じになっちゃうから、うん、そのどうでもいい感じになった後の試合はあんまり見たくないというか、うん、結局どっちのチームもさもう関係もう結果関係ないからもう全員、まあ、控えメンバーバーで出してで本当に、まあ、ある種練習試合みたいな感じになる少なくとも観客側の感覚からするとそう見えちゃうから、うんうん、そういうのはなんかなんだろうなそのお金払う試合で見たくないなっていうのはあるな、うん、だからそれを、うん、見るとやっぱりちゃんなんだ勝利数、まあ、この3-2でも 3-1 でも勝ちは一つの勝ちでで計算してもらった方がいいなっていうのは思ったな それを見て、うん、なんか逆にそのジェブカップとかチャンピオンズリーグのその、うんフォーマンダウェイでやるじゃん、うん、セットでやるじゃん、うん、俺はその1セットごとへの価値をちゃんと出してるなと思うんだよ、うん、ベネフィットがあるじゃん 3-0 で終わらせることができたベネフィット、うん、だからその逆にセットへちゃんと勝ち付けをしてるなと思うのよ、うん、1セットごとに、まあ、それはその興行としてね、うん、そのもう勝利が確定した後の捨てセットみたいなのがあるから、うんまあ、それはもう俺もすごい今回まざまざと感じはしたけどだけど、うん、そう、リーグとかもそうだし、こう長くやってきたベネフィットを出せるなと思うから、俺は逆に賛成なんだよね、うん、今の状態。そしたらこう、セットの感情とか出てくるじゃん。それめんどくさいけど、やっぱ楽しいっていうか、ヒリヒリなんだよね。セットの感情もうこのセット落とせないとかさ。うん、あ確かそうですね。そう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 。ベルガモの方が勝ってたんじゃなかったな。クーネオとですよね。うん。まあそこはなんかいろいろありますよね意見は。僕もどっちも好きだし、ただ、うん、そのセットごとの勝ち付けがある方がなんかいいなと思います。でも確かにさっきコメントにありましたけど、フルセット勝ちとフルセット負けってかなり大きな差はあるので。それ1ポイントしか差がないのはまあまあ確かにあれかなって感じはしますけどね。大きな意味合いが出ちゃう、出しにくいのはまあ確かにあるな。
んな感じですね。そんな感じですね。だから今コメントである中だとみんな一応 100% の勝利数派ということですね。皆さんコメントそうね、コメントしてくれた人はそうですね。うん、まあ、実際戦ってるとさ、まあその負け順位が下の方が勝ち数が上だったってことはまあ稀に起こりうるんだけど、戦ってる時は少なくとも1点まず取りに行くたびにっていう船戦い方にもなるし、うん、もうワンポイントも落とせないから勝ったとしてもっていうのも出てくるし、うん、だバリシチュエーションの何バリエーションが多いなと思うんだよね、うん、ポイント制だそれが個人的には面白く感じてはいるんだけど、あ1セット取ったら勝ち点1がつく、ああなるほどな、そのたりでも得失ってなんかセット率やるんじゃん。こうなってくると1セット取ったら勝ち点してもらって、そうですね、それはセット率ですね、確かに。どんどんそうだね、セット率か、うん、そうだね、勝ち点制はその、まあ、フルセットでにの点数がちょっと違うっていうのはあるけど、3-1と3-0は同じっていうのも、ね、確かに特徴ではあるのかな。まあでもだからリーグは勝ち数でもいいかもしれないですね。でそのホームアウェイのチェブとかは俺はポイントの方がいい、うん、セット数の方がいい、その、うん、今の形に賛成、うん、もう遅すぎじゃんとっちゃん、え遅すぎ、うん、これ今これ足組んでこうなってるんですよとっちゃん、遅すぎ、僕のハングルからはもう完全に遅すぎ、おしゃれコメンテーターなんだよ、おしゃれコメンテーターそうね、この画面では全体見えてないです、見せてやろ、見なく、見せなくていい見せなくていい、うん、なるほどな、それは確かに面白いかも、セットごとに1点かだとなんかコントロールするチームも出てくるかもしれないですね、わざとここに1点をあげようとかさ、あなるほど、あそういう感じですねそういう感じです、画面から消えんななんか海外の今2人にいる間に皆さんでやってほしいものとかありますか、やってほしいもの、やってほしいこととか、やってほしいこれ食っとけとか、これやっとけみたいな、あればご要望にお答えしてやったりするので、まあ、ぜひコメントでもダイレクトメッセージでも何でもいいので、もしご要望あれば連絡ください、うん、帰って1時間ぐらいになるから、そうね、ちょっと休んで、この後あのケイリの選手だったロミーアツコっていう選手がいるんですけど、ドイツの選手の、その選手と一緒にご飯食べに行くのかな、ドイツにベルリンに住んでるんで合流して、ケイリの選手と最後のあの時間を過ごしたいなと思ってます。食レポあの Vlog 上げる予定なんで、そっちでちょこちょここう食べ物の様子とか載せてるんで、いただいたスパチャでいただいたお金でちゃんと食レポします。ありがとうございます、イエローさんにいただいたスパチャでってちゃんと言いますっていう感じで終わりましょうか。終わりますか。もしご要望あれば皆さんコメントください。はい、ありがとうございました。チャオ。